じゃあ大学では物理やろうかと思って、物理の、やりたいんだけどどこ行っていいですかと物理の先生に聞いたら、それが間違いだったんですね。物理の先生、知ってる物理学者っていうのは湯川秀樹だけだったんですね。それで君物理をやるなら京大に行きなさいと言われて、それで京大に行ったというのが実際です。ところが全く面白くないんですね、授業が、全く面白くないので決められた授業は全く出ずに面白そうな授業にだけ潜りで行っていました。1年生の時は井上健先生というのがおられて、あの日中監視論とかいうのをやられた先生ですが、坂田先生と、その先生がファインマン物理学っていうの面白いのがあるということを教えてくれたので、もうその先生の授業も出ずにそのファインマン物理学という本ばっかり読んでおりました。これ面白いんですね。時々その先生のところに議論に行くと、じゃあ君ファインマンの論文読みなさいって言うんで、いつですかね、1年か2年か忘れましたが、その頃経路積分の論文を読まされました。それ読んだら、なんだこれは数学の偏微分方程式の解き方じゃないかっていうんで、放物型偏微分方程式を解くにはこうすればいいっていうんで、勝手に論文書いて持っていったんですが、これは論文の形になっていないっていうんでリジェクトされました。そんな中でも一番お世話になったのが小林稔先生という方です。ここに湯川さんと友永さんと小林先生だけなぜか先生というんですが、の3人の写真がついています。湯川さんが阪大におられた頃、小林先生も阪大におられたんだと思います。でこの小林先生が、ちょうど定年間際だったんだろうと思いますが、潜りで授業に聞きに行ってますと、顔を覚えてもらいまして、そういう生意気な学生だけ集めて、自主ゼミをやろうじゃないかということをで誘っていただきました。家にも呼んでいただいて、すごい豪邸に呼んでいただいて、ごちそうになった覚えがあります。悪ガキばかり集まって一日中遊びほうけてた気がします。で、ですから京大の時は ほとんど授業には出ずに、その小林先生のゼミとか勝手にファインマンの本を読むとか、そういうことばかりしてたような気がします。で、2年生が終わると、当時は文族試験というのがありました。で、これがいいのはですね、1、2年生何にも勉強しなくても、この文族試験さえ通れば好きな学科に行けるんですね。東大のみたいにずっと成績積み上げなくていいんです。で、割と気に入ってたんですが、ちょうど大学運送の頃で、こういうのはいかんと、学生を追い詰めるから良くない制度であるという意見が勝ちまして、僕の学年でこの制度なくなりました。で、そこに久保先生もありますが、彼の年はもう1年後でなかった年ですね。それで、学部の時にはその高校の先生が湯川先生のところに大学に行きなさいと言われたので、物理学通論という授業を聞きました。これはなかなか、年季の入った授業で、ものすごく古いノートを持ってこられて、それでなんかボソボソボソという声で話されるですね。で、出てくる人も、アリストテレスとか、ニュートンとか、アインシュタインとか、フォルツマンも出てきてましたね。ハイゼンベルグも出ましたね。ディラックが出たかどうか覚えてないんですが、
湯川さんの一遊と考える人しか講義には出てこない。だからほんの一部の人しか、題材として出てこなかったような気がします。湯川さんらしい授業だったと思います。ただ非常に眠くて、比叡山ばっかり見てました。それで大学運送になったので、大学は封鎖されていけないということで、喫茶店で、自主ゼミなどをやっていました。リラックの量子力学などをやってたような気がします。でその頃ちょっと混ぜてたのか、ボゴリューボフシルコフなどを、読習したりしていました。3年生っていうのはもう試験は全くありませんので、レポートを出せばいいというので、3年生のレポートはそのボゴリューボフシルコフを読んで書いた繰り込み理論のレポートでした。いろんな友達がさすがに大学になるといます。ここに名前を何人か羅列してますが、富松君という人、この人が一番よくできたと思います。ただ大学院の試験がまた僕らの時は特別な入試がありまして、よくできる人には向かない試験だったので、富松君はそういう人ではなくて、天体核物宇宙物理の方に転向させられました。でもあっという間に、M2 の時でしたかね、佐藤さんと一緒に富松佐藤会というアインシュタイン方程式の新しい会を見つけて、時の人となって M2 終わったところでもう、修士じゃない助手に就職していきました。それから、上松君、山脇君っていうのは、一緒に、素粒子の大学院に進みました。笹田君っていうのはこれはすごい人で、僕が大学院出るぐらいの時までまだ大学院浪人をしておりました。当時は大学院入るのが15倍ぐらいの倍率だったかと思います。だからずっと留年し続けて試験を受け続ける人もいました。彼がその、トップだったと思います。島本君っていうのはこれはすごい人で、大学院入試をすっぽかした人です。で大学院入試などこの大学紛争の時に受けるのがバカバカしいというので、北海道に行きまして、北海道の原野で日本最初の熱気球を飛ばした人です。で最初ですから、どれぐらいの大きさにすればいいかとかですね、どんな風が吹いているとか流体力学を使って全部計算して安全なように、熱気球を設計して日本最初の熱気球を飛ばしたと、無事成功しました。でただ熱気球最初に作るの随分お金かかりますので、彼はすごいのは朝日新聞社を講演にスポンサーにつけたんですね。で朝日新聞社のに独占取材権を与えるからといって、お金を取ってきて作ったと。でついでに朝日新聞の記者も、仲間に引き込んでしまって、最終的にその人と結婚しました。それから永田君、この人もすごい人で、永田和弘っていうのは聞いたことある人いると思います。彼は今は医学の方に移っています。でも医学でももちろん有名ですけれども、もっと有名なのは、短歌、短歌で、奥さんの河野さんという先日亡くなった方と一緒に短歌を作ってるし、和歌山牧水賞をもらったりですね、非常に有名な人です。北村君っていうのはスプリングゲートで、放射光の、円変更をした放射光を作り出した人です。それから吉岡君、この人は
今リニアコライ、リニアコライダーを強力に推し進めていますけれども、J パークの設計にも貢献した人です。小池君というのは先ほど言いました中学の時の中学1年生の同級生ですが、ここでもまた同級生になりました。その他いろいろ多彩な人たちと出会って、お互いに切磋琢磨した記憶があります。これは当時の写真ですね。ちょっとひねった感じのが左から2番目のが僕です。一番右、2列目の一番右にいるのがその一番よくできた鳥松君という人です。で、下前列の町田先生というのは教授で、田中先生というのは 助教授でしたね。赤い文字で書いているのがその後素粒子に進んだ人です。あ、この前列の一番左にいるのは柘君という人で、彼は確か天王寺出身だったかな。すごい秀才で、阪大の素粒子に進むことになってたんですけども、内山先生に話しに行ったら素粒子なんかやったらダメだからやめろと言われて物性に変わったとか言ってました。